Hey guys, thank you so much for checking out Chris's room. 今日はですね、ちょっとね、なんかクリストークみたいな、なんかね、なんか聞き流し系、ポッドキャスト系みたいな感じで聞いていただければ嬉しいなという感じです。なのでね、あんまりそこまで座ってノート取って聞くみたいな感じじゃなくて、ぜひ簡単に見ていただければ幸いだなと思っております。でね、みんなね、僕が思うのは、やっぱりね、幸せになりたいよね。 なんか本当になんかワクワクを感じるっていうもそうなんだけども辛いことがなくなってもらいたい不安がなくなってもらいたいねどういう不安かっていうとなんか例えば仕事が辛いんだったらもっと楽しい仕事をしたいとかお金の不安とかねたあの体の不安とかいろんな不安があると思うんですよで僕がちょっと今日お伝えしたいポイントっていうのは自分の考えによって ね、幸せ度が変わってくるんだっていうことをだからねこれどういうことかっていうと僕たちが何を考えているかっていうことによって。 幸幸せせにになななれれるか幸せになれないかいっていうこととが起こここっってていいいるんんじゃないかっていうことなかうですよ、まあ、これ簡単に説明させていただきますと、ね、僕前のビデオでも何回も何回も何回もいつも言っているんだけど、ね、自分の考えっていうのがあってこの考えが自分の行動をするか行動しないかっていうことを決めていると思うんですね。でそのそ行動の結果が、まあ、現実。 だと思うんですよ、ね、例えば僕の場合はわ、まあ、か,かりやすい説明なんですけれども最初日本語で YouTube やるっていう時は超ビビったんですよもうこれを実際にやるっていうまで何ヶ月何ヶ月何年間かかったんですよね怖くて怖くてしょうがなかったんですよ、ね、クリスの部屋っていうのをやる時もでできないとか思って、ね、でも何が必要だったかっていうと現実的に考えるとただ単に僕がカメラ,のカメラをそこに置いてマイクをつけてお話ししてそれを YouTube にアップするっていうこの作業だけが必要だったんですよ ね、よく考えるとそこまで難しくないですよねカメラを買うとカメラのメモリーカードを入れて電源つけてマイクをつなげて「ヘイクリスだよ」みたいな感じでお話しして今度これを YouTube にアップするそこまで難しくないんですよでもなんでこれやるのに何ヶ月何年間かかったのっていうとやっぱり緊張するビビっちゃうもしこのビデオがうまくいなかったらもしこのビデオでバッシングされたらどうなんだろうこのビデオにサムズダウン何言ってんのこのバカとかそういうコメントが来たら僕気づいちゃうじゃんって思って行動 取らなかったんですよね,ねなのでこの「危ないよ」っていう考えが僕の行動を止めてたんですよでこの行動が僕の現実を作ってたんですよねその時は YouTubeYouTube にクリスの部屋っていうのをやりたかったんだけどそれができてない現実っていうのがね実は僕の感情の結果だったっていうことなんですよね。 ね、これ分かりますよね。それ自信がつくっていうこと。 自信、ね、がつくっていうのは、ね、前のビデオでも説明させていただいたんですけれども、なんか自信、自信、そこら辺に見つけてさ、ああ、自信いたぞって言って、たらばって出して、自信にあえよくそくわー自信1個つけたぜあそこもう1個いるぜばあって言って、自信、自信2個いった俺、自信ついた自信ついた何でもできますよみたいな、そういうものじゃないでしょ。よく考えてみると、ね、YouTube やりたいんだけど、これ不安なんだよね。怖いんだよね。こういう行動を取りたいんだけど、なんかできないんだよねって言って、 じゃあその行動をブロックしている不安をどうやって外していくかねちょっと減らしていくかねこれなくすことはできないからね不安をなくすことはこれは僕あの言ってないからね不安を減らすことを僕は話してるのね,ね不安を減らしていくと今度行動が取れるようになるとねいうことなんですよで,でこの不安にかかっちゃってる僕たち ね、不安を感じている僕たちのこのサングラスをつけるね不安っていうサングラスがもしねあったらねサングラスつけるでしょ不安そうするとなんか全部真っ黒になっちゃうわけよでなんかダークになるわけよ、ね、でこれ面白いんだよね現実は変わってないんだけど自分がどう現実を見ているかっていうのが変わったんですよね 前のビデオで言ったよね。あの、感情はあなたをフックします。ものすごいフックします。タバコが、タバコを毎日ね、40本吸っている人が朝起きてタバコがないと。そうするともうタバコの感情にフックされちゃいます。いや、それケミカルだよ。いや、いや、ケミカルだけど、ケミカルも感情よ。それ脳の中に感情になってるわけよ。その感情があなたをフックしてます。 でフックされてるとものすごい感じで行動を取っていくんだよね朝走ってうわコンビニに行って「タバコはないタバコ買いに行く」って言ってね,ねパジャマで買いに行きますよねマスクつけてねよくそういう感じでね不安もフックするわけよ、ね、僕たちの脳は心理的に危険な地球を何万年生き,生き残って 僕たちはね幸せで全部大丈夫あ,あのセイバーツースタイガーかわいいハグしようっていう人たちはセイバーツースタイガーがわーって来てカーって食っちゃってもうわーって申し訳ないけどその時の地球その時の時代の地球は恐怖を尊敬していてこれ危ないぞ戦うぞでこの 恐怖、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 危ないことが起こる、危ないことが起こるっていう人たちが生き残ったんだよね。でも今時代は変わってきてるわけよ、地球上で。でも僕たちのハードウェアは、その危険を感じる、不安の方、わかる幸せより不安の方を僕たちの方は見ているわけよ。わかる幸せを見ていた脳たちの人間はもう亡くなっちゃったわけよね今の僕たちの脳は、不安を見つける、もうプロ中のプロなんだよ。 ちょっとでもなんかねなんか街歩いてて「ああ今日綺きれい」とか言って「あ素敵なお店あるわ」って言ってお店の中に入ってね「あーこれ良さそう」って言って店員さん見て店員さんがじろって見るともうこのじろだけで「ああ危ない何これあー怖いえー、何えー、ーやめとくやこのお店もう本当に無理」とか言ってね言っちゃうわけよね本当にわかるよこの店員さんがあなたのことを見ていなかったかもしれないわけよでもこの一つの目線だけでキュッてなるからねこれあのブラック企業とかグレー企業で働いてて怖い上司 怖い社長がいいる人はよくわかでね怖,い怖いお客さんがいる人もうお客さんがイライラしてると危ない危ないかもってなっちゃうわけよねこれもう本当に何もしないでよ僕たちの脳がマジこれストレスホルモンとか流れてるからねこれを変えるっていうのはめちゃくちゃ難しいことなんですよだからメンタルを強くしたいんだったらあなたにはハンディキャップがありますで。このハンディキャップは申し訳ないんだけどね 何千年ひょっとしたら何万年の DNA 的なハンディキャップなのでこれを変えていくにはどうすればいいのかっていうことについて話していきましょう。OK? でね今日お話ししたいポイントはねこの不安っていうのはある意味ねあなたをキャッチすることができるのフックするわけよ感情的にフックされるねタバコがないっていうのはもう感情がフックされちゃってるわけよ店員さんがじろっと見たああ 怖い上司からメールが来たらやばっって感情的にフックされちゃいました。OK? でそれはある意味サングラスをつけてるようなものだ、ね、例えば僕はできないんだとかこれはやりたいんだけど無理だよね僕の夢諦めないと自分行動取れないんだよね怠く者だからやる気が出ないんだよねなんでやる気が出ないんだろうん、いつも不安なんだよねってなって、ね、なりがちだよね。俺も僕もめっちゃ怠く者だからねで そのサングラスはつけるわけよ。ね、こんな行動できないよに、ね、もっと行動を取りたいんだけどもっとこういうのやりたいんだけどできねえよな。ね、俺できねえよな。ああ、夢って叶わないんやって。ああ、嫌いなことを毎日している人生最悪。ほんとつらい。生きてる意味ね。大嫌い人生。 みたいな感じでもサングラスが毎日ちょっとずつもっと濃くなってもう中には真っ暗になっちゃうかもしれないんだよね。でこのサングラス真っ暗になっているサングラスをつけて現実を見ているとどんなに見ても奇跡はないんだよね。どんなに現実を見てもいいことはないんだよね。ねでもここで絶対僕たちが忘れちゃいけないマインドンンマインドシフト。 しないといけないことはそれは僕たちがサングラスをつけて現実を見ているからこう感じているっていうことなのねね奇跡っていうのは僕たちが不安を感じていても毎日毎日奇跡って起こってるんだよねいいことって毎日毎日 いつでも怒ってるわけよ。ね。でも、この不安のサングラス、恐怖のサングラス、真っ暗、自分がダークにいると、ライトが見えないんだよね。暗闇のサングラスをかけていると、どんなに頑張っていても光が見えないのよ。でも、現実は、 あなたが暗闇のサングラスを僕たちがサングラスをかけているだけで実は本当はこのサングラスの外は光がいっぱいあるんだよねこれが現実なんだよこれが現実なんだよ、ね、いいことっていっぱい起こってるわけよ、ね、本当に、ね、愛を持って起きているっていうのは人間たちがやっていることもあるし動物たちがやっている愛が持っていることもあるしもう 宇宙の中でぐるぐる地球の周りを飛んでいて毎日太陽が上がってきて僕たちはこの星で生きていくことができるね水がある食べ物があるわかるわわかるだから僕たちはこのリアリティがダメだって思ってるかもしれないけど実はそうじゃないわけよこのリアリティがダメだっていうのはサングラスでリアリティには光があるわけよ僕たちはこの光があるっていうのを忘れちゃうわけよだから ポイントは、どんな暗闇の中にいても大丈夫になるっていうことを信じても OK なの。ね、暗闇をかぶっている自分、不安を感じている自分は、何言ってんのそんなこと、それ危ないよ。幸せになれるっていう考えは危ないよ。人生つらいぜ。何言ってんのよ。何信じようとしてんの、光を。愛を信じるなんて、何言ってんの 人生つらくて危ないんだよって思ってるかもしれないけど実はそれはそのサングラスその感情のフックなのよリアラティはそうじゃないんだよこれメンタルトレーニングメンタルを強くする自信がついてくる人生を変えていくには絶対必要なマインドシフトこれ僕たちが本当に忘れちゃいがちなことなんだよねこういうのは学校で教えてないよね ねえ、小学1年生になりました。はい、おめでとうございます。じゃあ、今日は感情についてお話します。ねみんな知ってる感情って実は選べれるようになるんだよ。全部完璧に選べれるんじゃないんだけど、感情、不安を感じていたら、ちょっとその不安から距離を置いて不安を減らしたり、自分でもっと幸せになりたいんだったら幸せの方に行ったり、そういうのができるんだよとか、教えてないよね、学校で。ねえ。 学校で教えてるのはあんた人生大変だよ。あんたちゃんと中学校に入らなかったら大変なことになるよ。あんた高校に入らなかったら、あんた大学に入らなかったら大変なことになるよ。あんた就職できなかったら見て周りの人みんな就職してるやろ。ねえ、仕事見つあんただけ無理やな。あんたねで、親も行ってきてね、なんだよ、これ。だめなんかいって言って、ね、そうじゃないのよ。それもある意味サングラスなんだよ。な、だから俺たちは。 強くならなならいいいといけないわけわよズバリ何に強くなるのっていうと光の世界があるって、ね、光っていうのはライトやなダークとライトっていうなんか光ってなんかスピリチュアル的なまあ多分その光っていうのもねあるんだよねよく考えてみると今すごい ADD 的な発想なんだけど僕この間思っててライトって光やろでライトって軽いんやなねで ヘビーって重いよね。ま、いろいろライト、光ってスペシャルな。言霊だ言霊だよね。日本にあるよね。日本はそれわかるよね。アメリカ人はなかなかわかんないんだよ。言霊だ。言霊って。なんか生きてんだよな。光っていう言葉って。強いよね。なんかある意味で、ね。まあ、愛って言ってもいいんだけど、ね。僕たちはズバリ強くならないといけないの。正義の強さっていうか。るそこにステップアップするのよ。 で、毎日毎日練習できるの。これ、ジェダイ・ウォーリアーなのよ。この道この道は楽じゃないわけよ。幸せに生きるっていうのは楽じゃないわけ。イライラしてる方が楽なの。 不安を感じている方が楽なの、怒ってる方が楽なの、毎日なんか怒ってきて、人生つれえやなみたいな感じで、ね、仕事に来て、ぷーとか言って、自分の部下が、なんか仕事できねえよな、こいつとか言って、いつもイライラして、いつも怒ってると、部下に対して怒ってるとか、仕事に対して怒ってるとか、近所の人に怒ってるとか、自分の妻に怒ってるとか、ね、怒ってる方が楽なのよ、わかるなぜかっていうと、怒るのやめるって言ったら、謝らないといけないの、ごめんねって、僕間違ってたよって、それ難しいのよ。 だから、エゴ、自分のスモールセルフ、エゴは起こり続けた方が楽なのよ。何言ってんだよ、謝るなんて、向こうのせいやろとか言って。いや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 。だから、If you want to be 幸せ、If you want to be happy, you have to go through the uncomfortableness.You have to go through the uncomfortableness.If you want to be happy, あなたが幸せになりたいんだったら、これ、めっちゃつらい道を行かないといけないんだよ。楽じゃねえんだよ、幸せになるっていうのは。 愛の世界で生きていくっていうのは。で、この僕たちが思っている間違いの古い考えを外していく必要があるわけよ。これは楽じゃないんだよ。あ、この考えもういらないな。この考え僕ま、間違ってたんだ。ね。僕悪いことしたかもしれない。リスタ、リセットしよう。僕の考えをリセットしよう。ね。だからこれは意識してやらないといけないんだよね。 マインドトレーニングっていうのはこれジェダイの道なんだよこれなんかこれはすごい道なんだよでこの道を歩くと何が起こっても今日あなたに必要なレッスンが絶対現れるわけよあなたの人生が先生みたいな感じで辛いことが起きてくるわけよ で辛いことを感じたらどっか頭の前の考えがずれてたっていう結果なんだよね辛いことが起こってたら何かの不安があるんだったらそれがあなたの課題なのよ今ね先生はいつもいるわけよあなた「Are you ready? you 準備 OK? やるやらないいつでもいいよ先生待ってるぜあなたの魂が自由になるためにこの課題が前にあると思うんだよね あなたはステップするこの道歩いていく僕が一つ言えることはこの道しかないって言える他僕はこの他にはこのやり方分かんない僕は不幸にやりたくない辛い経験をしたくない誰にも他に辛い経験をして,してもらいたくないどうすんのって言ったらもうこの不安と向き合うしかないよねねどうやってなんでこの問題があるんだ何を変えないといけないんだ 私が誤っていること、私の考えがずれていることはどこなんだろう、ね。で、そこの道の頂点が、この人生っていうものは信頼していいのか、信頼しないものなのか。目に見えないフォース、目に見えない力、目に見えない意識を持っている存在って本当にあるのかよ。ね。本当に今、幸せになっていいのか。 それか社会的的なな一般的な考え方に戻るかいやいやお金がないといかんいい仕事がないといかんそんなの当たり前やろ何言ってんだ幸せになるなんてその前に働かないと戻ってくる、ね、すごい難しい道ですよね。ね特になんかねお坊さんみたいな生き方でもうフルコミットしてたら、ね、あれなんだけどやっぱ社会人になってこのような道を生きるっていうのは難しい。 と思います、ね、でもこのビデオのポイントは、ね、光光が見えないっていうのはサングラスをかけてるからあれ自分がサングラスかけてんやだから光見えないんやよしでも光がある愛がある大丈夫っていうことを信頼しよう。ね、この マインドシフトの練習をやっていくのがものすごい大切じゃないんじゃないかなって僕は本当に思いました。a l right, you guys. Thank you so much for checking out this video. で、明日の朝ね、あのライブやりますので、ぜひ、えっ、ー、と朝六時からなんでね、ねおはようジャパン、Good morning Japan っていうのやるので、ぜひね、参加していただければ幸いです。えっと、あと、LINE、LINE アットや。LINE アットで、えーとね、ぜひね、僕にね、どういうビデオを見たいのか、どういうえっとことをやるのかっていうのを、ぜひね、 教えていただければ、えー、とこのような、ねえー、とトピックをカバーするとかやっていきますので、で今度ね、えーと、マンスリープログラムっていうのをリリースする予定です。ちょっとライブとかやってて、その定額的なコミュニティね今、特にコロナウイルスとかあるし、高、ね、額じゃなくて本当に。<laughs> 本当に1000円とかで入れるようなあのライブ僕と Q&A ライブで実際に話したりとかそれ毎週やったりとか,なんかプチコースをいっぱい、ね、マインドメ,メンタルトレーニングもそうだし実際にあのあの仕事 のトレーニングとかもあるし、ね、ビジネスのトレーニングとかもあるし、いろんなそういうね、いろんなことをやっていきますので、ね、もし興味があったら、それもちょっとねあの、また後ほどニュースでね、お知らせいたしますので、それについて、えっ、ー、とね、本気でちょっとよし、じゃあステップアップしよう、本当に自分がやりたいことを仕事にしようとか、自分が本当に他の人のために役に立てるためにやね。 どうやったらシフトするとかね、なんどうやったら自分の行動力を上げるのか、やる気が上がるのかっていうことも話していきますので、ごめんね。いつも話が長くなっちゃって最後まで見てくれてありがとう。Alright, you guys, I love you guys so much, n d I'll see you next week。ありがとう、Jenny。